月百姿、小林平八郎小林平八郎は、江戸時代前期の武士、小家義良,良家ろう平八郎は通称であり、意味名は、大通である。伝承では、元は、米沢藩上杉家の家臣であり、上杉家から吉良義仲に嫁いだ富子もしくは義仲に、養子入りした吉良義地の付き人として、吉良家家臣になったとされる。しかし、 上杉家文言帳に名は見当たらないため、はじめから、吉良家臣だったと考えられる。吉良家では、最上の150国取りで、名の王通の王の字も、四君、吉良義シから与えられたものとみられる。元六十五年、吉良義シに、遺婚のある、大石義雄ら元阿コ藩の浪人による、吉良邸ーち入りに巻き込まれ討ち死にした。この阿コ事件を題材にした。 中心蔵などの創作物では、キラ川で最も活躍した見閣として描かれることが多いが、謎も多い。大河内文書によれば、平八郎は逃げようとしたところを、赤老子たちに捕らえられ、小助之助はどこか、と聞かれたのに対して、ゲゲのものなので知らないと答えるも、ゲゲが絹の衣服を着ているはずがないと言われ、首を落とされたとしている。ただしこの資料は、 植杉家の返産したものであるため、山吉政侍など、植杉家家臣の働きのみを評価し、それと相対させて、き家家臣を貶める傾向があると指摘する研究家毛利。これも、本当かどうかは不明。一方、赤方の落合与左衛門の書と言われる、小赤県文記には、小林平八は、槍を引っ下げて、激しく戦い。 孔鈴けの助をよく守ったが、大勢の悪行老子と戦って、ついに打ち取られたとなっている。墓所は、平家の菩提寺である、東京都新宿区牛込の万章院や東京都、豊島区幕菅の次元寺にある。没年齢は墓によってまちまちであり、はっきりとしない。ありがとうございます。